はこんじるまーん。本日はですね、なんと静岡に出張できています。そう、トイズキャビンさんの本社に来てるんですね。どういうことかと言いますと、本日は、ゴブリン稼働フィギュアの先行販売があるんです。もちろんそれが目的のもあるんですけども、なんと今回ですね、ゴブリン稼働フィギュアの開発担当の方からお話を伺う機会をいただきました。ありがとうございます。ではお越しいただきましょう。開発担当若林さんです。どうぞ。はい、トイズキャビンの若林です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は、ね、若林さんから、ゴブリン稼働フィギュアについての、いろんなね、開発秘話的なものを聞かせていただければと思いますので、本当によろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ではその前にですね、いろいろ聞きたいことあるんですけども、せっかくトイズキャビンさんの本社に来たということで、中を少し見させていただいても、はい、ぜひ撮影もさせていただけるということで、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。それでは、中の方にレッツラゴー。はい、すいません、中を撮影させていただく予定だったのですが、ジールマンの時間の都合でちょっと撮影することができませんでした。申し訳ございません。なのでこの後はいきなりインタビューの方になります。ご了承ください。はい、それではですね、なんと本社の中に入れさせていただいて、このような、ね、お話の機会をいただきました。本当にありがとうございます。はい、お願いします。ではサクサクとね、質問の方していきましょう。まず最初の質問なんですけども、今回ね、この、ゴブリン、稼働フィギュア、はいはい、人型、人間ではないですけども、人型の、フル稼働フィギュアっていうのは、はいはい、トイズキャビンさんの商品としてはおそらく初めてだと思うんですけども、そうですね、そういった中でその開発制作する上で苦労したな、ここはっていうところがあると教えていただけると助かります。はい、そうですね、やっぱり人型フィギュアが初めてだったので、本当に他社の製品とかをと比較しながら、それで、他社の製品より明らかに悪いとかっていう状況にならないように、結構細心の注意を払って開発を進めたっていうのが一番苦労した点ですかね。あ、そうですよね。そういう、競合他社との比較されちゃいますかね、どうってもね。そうですね、その中でやっぱりそのオリジナリティとかもね、当然必要だしっていうところで、はい、はあ、そうですよね、本当に。いや、もうその苦労がね、もうその苦労したんだろうなってのが分かる素晴らしい出来なんですよ。うん、はい、や、はい、これね、後でお話しますけど、すげえんすよすごいのも当たり前なんですけども、じゃあ、2つ目の質問に行きましょう。さて、2つ目なんですけども、こちら、ゴブリンの開発制作において逆にその一番なんていうか、こだわった、その造形的な、いわゆるその飾ることにおける造形面でもいいし、やっぱ稼働フィギュアなんです、この稼働におけるここの稼働をこだわったりとか、そういった何でもいいんですけど、その一番こだわった部分、それを教えていただけると。はいはいはい、そうですね、一番造形でいうと、やっぱり安見えしない、チープっぽく見えないようにすることですね。やっぱりガチャガチャで500円だとやっぱ結構高いと感じられる方も多いと思うので、やっぱりこの汚し塗装であったり、その顔も結構リアルな感じでチープさを出さないように作成したりと、あと情報書の1枚の写真とかも白背景とかで撮ったりすると、やっぱチープな印象になってしまうと思うんですよ。ああ、なるほど。はい、それがやっぱ500円でも安っぽく見えない、チープ感を出さないっていうのが、見た目的に結構こだわって作成したとこですね。いや、間違いないですけど、これ逆にいくらって聞いたら、本当に500円って知らない人は答えられるわけないぐらい、めちゃくちゃ高級感ありますからねクオリティが尋常じゃないですから。そうですね、結構こだわりました。それで、そうですね、あと稼働とかそういった点でこだわったところだと、誰でも簡単に組み立てやすいように何度も修正しながら、はい、看護のきつさとかをもう5回くらい修正しましたから、いや、これはもうそうなんですよ早速今日その、回させていただいて、これ組んでみたんですけど、さすがにね、出張だったんでニッパーとか持ってなかったんですけど、いりません、これすごいんですよ。後で写真載せます。肩の関節が1個ちっちゃいランナーがついてるけど、それは肩なんで、もぎり取っても問題ないんで、それ以外全部ちゃんともう最初から切ってあるんで、もうあとはそんなに説明見ながらパッパッて組むだけで、組むのが遅いジールマンもめちゃくちゃ早く組めたんで、これはそう、
組みやすさっていうのはもう凄まじいですね。で、あとまあそのさっきおっしゃったその高級感、やっぱ汚しであったりとかね、こういう墨入れとか、これを500円に落とし込むのはすごいなと。いや素晴らしい。よかったです。いやもう本当にもうありがとうございますしか言いようがないです本当に。そして3問目なんですけども、逆にそのこここだわりたかったんだけどどうしますね、コスト、お値段の制限があるじゃないですか。そういったコストの都合でどうしてもここはオミットするしかなかったなみたいなところがあれば教えていただけると。そうですね、まあもしできるんだったらアクション用のクリアパースとかそういうのもつけられたら一番だなとは思ってたんですけど、まだつけようとしていたこのクオリティとこの安さでまだつけようとしてくれたらすごいですねそうですね、そういうのもつけたかったし顔とかも変更できたらなとかいろんなことはあったんですけど、やっぱり500円に落とし込む過程でどんどん絞っていって今この状態になってますね。なるほどね、はい、やっぱじゃああったんですね、まだ他にもそうですねいやもう今のこのご時世だとね、これを500円で出すこと自体でももう不可能に近いレベルかもしれないと思ってるんですけど、まあね、可能ならばだってね、エフェクトというかね、武器とか、ね、あとその表情変化とかをつけたいというこの意欲ですよ、すごいですよね。いやー、まあ、それはそれなんかEX 版とかはないんですかね無理から。いや確かにそうですね、カプセルって制限がなければね、うん、そうですね。なるほどね。いやこれはまあそういう未来もあったかもしれない。円安だったらワンチャンありました。あ、そうですね、もう円安じゃない、円高か、円高だったらワンチャン。そうですね、円高になったらもっと豪華にできるように頑張りますあったら可能性もあるのかすごいなさあ、それ見たかったみたいですねではね、4つ目の質問なんですけども、まあ、さっきもね散々お話しますけど、このすごいクオリティで、まあ、お値段が500円に抑えられてるわけなんですけども、まあ、それはねユーザーからするともうひたすらありがたいことなんですが、逆にねその企業さん側からして正直なところ、まあ、そのこれを500円出せで企業として元が取れるんだったら、まあ、その何万台何十万台売ったらいいんですかってところ聞いてもいいですかね。あ、なるほどですね、はい、まあちょっと一社員なので正直あんまり気にしてないですまあ別に最悪あんま売れなくてもって感じではあるんですけど、まあやっぱり買った人が、まあ、買ってもらえてそれを買った人が喜んでくれるのが一番なんで、うん、そうですね。それでまたいろんな色替えとか再販とかたくさん数を作れるようにもし買っていただけたら嬉しいです、はい。まあ、だから具体的なところは正直ねちょっと言えないそういうところはやるんだけど、まあもうたくさん買ってくれそうですね、そしたら次に伝わるってことですもんね。そうですね、だから逆にやっぱ少数そのまあねやっぱりあまり数がはけなかったらどうやっても次にはつながりにくいと、これは仕方ないと。あ、そうですね、そういう感じにはなります。じゃあそこはもうたくさんたくさんは買いましょう具体的な数は分かんないですけどね、はい、はい、ありがとうございます。そしてね、5つ目になりますかね、このさっきのお話されたこのゴブリン稼働フィギュアの売れ行きとか、まあ、はい、為替相場ね、その円安円高の影響もあると思いますが、今後もね、まあ、今回初めてこういわゆる人型、に近いものとかそういったモンスターを、今後もね出される予定とかはあるんですかねってとこちょっと思い切って聞いちゃいたいんですけども。そうですね、やっぱゴブリンが結構大好評なのでおかげさまでやっていきたいなっていうところはありますね、うんうんうん、ただ本当にあんまり知識がないのでもう逆にお聞きしたいですねそう、このゴブリンってやっぱその、はい、汎用性の塊みたいなのがもちろんオーソドックス、オブオーソドックススタンダード、まあ、それこそその、失礼、いやリザードマンとか あとはその魚人とか、うんうん、コボルトとか、なるほどですね、狼男とかいっぱいね、はいはいはい、あるけど、まあ、でもある程度多分狼男だったら、まあ、なんだろう、このガシャポンクエストこのね、ゴブリン稼働フィギュア、失礼、サイズ感としてはやっぱりガシャポンクエストより少し低いぐらいになってるんですけども、まあ狼男だったらやっぱもうちょっと大きくないととかになってると、カプセルトイの制限とかもあるんでね、うん、あとはまあ意外とオーソドックスで好まれるのはスケルトンとかですかね。なるほどですね、特にこの緑ゴブリンは体が細いので、はいはいはい、この細い感じからある程度耐久性を見出して、スケルトンね、やっぱまあ他社さんでもなんかいろいろね、なんか
あったりしてももう今手に入んないものとかばっかりあるんで、はいはいはい、でしかも大量にあって困らないとなるとスケルトン、うんうん、最悪スケルトンでなくてもバラして骨にできるじゃないですか表現として。確かにそうですね。ある意味、うん、個人としてはスケルトンを押しとこうかな。じゃあわかりました、ちょっと検討します。一個一個の方、はい、よろしくお願いします。はい、確かにたくさん作れて、やっぱりたくさん大量買いできるもの、うん、なんかたくさんあってもよくて、確かにファンタジー系でちょっと考えられたらいいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、以上の質問をさせていただきます。本当ありがとうございます、はい、ありがとうございます。普通に業務中のねあの、まあ、お休みの時に言うのもさすがに申し訳ないんですけど、普通にやっぱお仕事もなんか時間を割いてこうやってね、あの質問に答えていただいて本当にありがとうございます。あえて嬉しかったです、せめてなぁ、なんかね、あのいやいや大きいチャンネルにしたからいやどうもどうもみたいな気持ちになるんだけど、弱小でね、すみません本当に。黒猫キャンペーンとかで結構見てるので、い、はい、社員一同黒猫キャンペーン見てるんで、いや、ね、はい、やっぱりいつも可愛いの出してくれるんで本当に嬉しいです。お恥ずかしがりです、はい、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。で、まああのお話はねこれで以上なんですけど、ちょっとね後ではここ抜きでなんとなくのこのファンタジーフィギュア類とのサイズ感もお見せしようと思いますので、そちらご覧ください。はい、ということでトイズキャミーさんの本社内そのまま引き続きお借りして、このねさまざまなファンタジーフィギュアを並べて見ていきましょう。こちらがねゴブリン稼働フィギュアでございまして、それに対してガシャポンクエストはこんな感じ。全高で言うとガシャポンクエストよりもやはり少し低くなってますね。ありがたい限りです。ちなみにあの仕事猫だとねこれくらいになるんでだいぶね仕事猫からすると、特にこのピンクのゴブリンなんかもトロルに近いぐらいのサイズ感かななんて思います。では他の大きいファンタジーフィギュアだとどうでしょうか。まずは30ミニ2ファンタジー、全然映んないレベルですねちょっと待ってくださいね、引きましょう。はい、そしてカメラを引いてみるとこんな感じになります。腰よりも少し低い位置にゴブリンたちがいますね。まさに高2としてのゴブリンだったらこのサイズ感は個人的に最高かなと思います。特にジールマンはね、ワンカートン頼んでいていっぱい数がありますから、そうなってくるとうわーっと数で攻めて取り囲むみたいなのはいいんじゃないですか。またサーティミーツファンタジー側からしてもこの数に対して一気当選みたいな絵も楽しめるんではないでしょうか。でもって最後にガチガチのファンタジーフィギュア、ミスティックリージョンズからバイタスですね。こちらいわゆる海外フィギュアなんで、まあ、あの何分の1っていうスケールではなくてでインチで表現されるんですけども、これ6インチになります。まあ、頭部飾りがあるんですけども、頭頂高で言っても30ミニッツファンタジーよりも少し高いですね。まあ、ただワクワクゴブリン村を仮に置いたとしてもそんなに大きさの差はないので、まあ、今回のこのゴブリン稼働フィギュアも十分に真っ当な、ね、正統ファンタジーに使えるのではないでしょうか。まあ、ただ正統ファンタジーでいうとゴブリンにねこの黒目があるのはどうなのっていう方もいらっしゃるかもしれません。ただねもうこんなん塗りつぶしたらいいんですよ。逆にそれこそ、ね、ガシャポンクエストに合わせる際に白目だけだったらちょっと怖すぎるなといった場合、黒目を描くのは非常に困難です。なのでどっちが楽かってことを考えた時に今回のこの黒目入りジールマンとしては嬉しいなと思いました。はい、ということで今回の動画はですね、トイズキャビンズさんの本社に来てなんとゴブリン稼働フィギュア開発担当の若林さんにお話を聞くという動画でした。本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。ごちそうさま。今回の動画良ければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますお願いしますはい、それではまた別の動画でお会いしましょう。またねー。ジルマンの玩具日和、編集をこだわるおじさん、ジルマンの玩具日和、本当は編集したくない、そんな俺だけど、チャンネル登録高評価待ってます。